信ありがとうございました。はい、どうも、サンマンです、本日は5月30日木曜日ですね。はい、15時に、まあ、待ちに待ったのか、イチローセレクションね、TS 版が、登場してまいりましたと。はい、まあ、一緒にね、なんかなぜか捕手が2回目の登場、第2捕手みたいな感じで、こちらはこちらで、なんかね、全同地になる選手がいたりで、結構純正観点だと面白そうなんですけど、まあ、この辺はね、どうせ後でミキサーでも取れるし、自然にガチャ引いてると入ってくるんでね、まあ、別に一旦、引きはしないんですけど、まあ、オールスターの予告まで来た。いや、これ7月12、結構先の予告なんだよね。まあ、セレクションが絡むことは間違いないとは思うんで、だ開始自体が15日からってことはね、セレクション、2段ぐらいまでしか出なさそうなスケジュールにはなってるような気はするんだけどな、期間中合わせても。どうかそんなぬるいことやってるかな。まあ、もうなんかどうせ詰め込み型にしていくんだろうなとか思ってますけどね。はい、で、イチローセレクションのね、選手見ていこうかなと思うんですけど、まあ、基本的にオールスターで使うか使わないかみたいなところで見ていきたいと思うんですけど、はい、今岡さん、まあ、当然ながらオールスターで使いません、この捨てでは。はい、新井さん、かろうじて、まあ、今段階で、まあ、同チームならないんで、まあ、今段階ではかろうじてですね、もしかしたら、やっぱつかねえな、普通に村上の方が強いもん、つかねえわ。鈴木貴則さん、確実に使いません、ミートとパワー合計が、156、最強戦オールスターでは絶対に使わない。はい、桑田さん、こちらはですね、はい、ついに、10.8 決戦のね、はい、抑えした時の、はい、写真ですね。これ、まあ、請求スタミナの同値、ではオール A なんで、査定変更でこれはめちゃくちゃ使い勝手がいいです。で、抑え適性もついてるんで、これはね、使う可能性あるね。試写バージョンも作っておきたいような気もするし、全同値バージョンも作っておきたいかなっていう気がしますね。はい、伊藤智人さんなんですけども、まあ、これ能力は変わってない、まあ、理由的な、ね、能力は全然変わってない中継ぎ F だしって感じなんですけど、特能にね、長奪三振賞がついてますと。プラスですね、高速スライダーはこれ2種になってるよね、多分。で、まあ、だから、長奪三振賞ついたらこの S のスライダーすげえ曲がりそうだなとか、まあ、2種の高速スライダー見分けづらかったりするのかなっていう。まあ、リーグ的にはですね、はい、中継ぎ F がいつも通りできるっていうところで、まあ、試写つけて中継ぎ、とりあえず一旦12球団の補強には今なるだろうなっていうぐらいですかね。もうオールスターではまあ、ちょっと出る。オールスター始まるタイミング、セレクションが出るタイミングによりますね。はい、大塚さん、ただの球威型で別に中日枠に困ってるわけでもないので、こちらもオールスター最強戦では確実に使いません。はい、ついに出た95年イチローさん。まあ、パワー A になるようになってる。まあ、これはさ、ちょっと予想通りだったな、95年っていうことで。まあ、でも77じゃなくて78なんだなっていう。まあ、さすがに全同値にはならなかったけど、ミート走力同値で、ミートパワー合計が165なんで、まあ、セレクションが出てくる時期によっては、もしかしたらこれは、オールスターで使う可能性もなきにしもあらずですかね。まあ、守備エースにはなんなくなっちゃったけどね。まあ、特能ももうちょっと変えろよとか、弾道変えろよとか、いろいろみんな文句はあるんでしょうけどね。まあ、リーグ的には、まあ、今のところ、役に立つと思います。これは、まあ、パワー A バージョンも作っておかなきゃいけないかなっていう、感じですね。はい。で、中島聡さんは、なぜか、査定変更されて全同値になったまではいいんですけど、さすがにですね、まあ、オリックス枠に困ることもないだろうし、さすがにオールスターで総力型はね、多分出ないと思うんだよね、コンボとして。多分だけど、まあさすがに両方同士とはいえいらないでしょう、オールスターでは。はい、堀浩一さん、これはまあもう本当にもうあれですね、スピリーグ専用です。はい、まあ、スピリーグロッテガチ勢としてはですね、まあ、ショートできるバージョンとどっち使うのかなみたいな、ちょっと、まあ、両方取ってあるんで悩みどころですけどね。はい、斎藤和美さん、これは、はい、まあ、西フォークのバージョンのやつですね、ダルセレとかと一緒のやつの。で、まあ、請求 A にもできて、球威スタミナデフォ同値だけど、まあ、最強戦、オールスター最強戦では使わねえだろうなと思っちゃいますね。まあ、単に12球団、今を強化するんだったらなしじゃないかなぐらいですかね。はい、今江さんは、はい、確実に、オールスター最強戦では使いませんね。ミートファー同値にできるけど、まあ、完全に純正用でしょう。はい、松井和夫さん、これはね、ちょっとさすがに捨て高すぎんだよな。まあ、
イチローさん同様ですね、ミートパーが164でね、オール A の未走同値可能ショートだからね、万が一だからオールスターが総力が出すようなオーダーになっちゃった時には組み込むことがあるような気もしないでもないぐらいなんだけどね。まあでも捨て高いから、まあ取らざるを得ないかな。はい、稲葉さん、はい、まあ結論取る必要がありませんが、まあせいぜい使うとしたらあれかな、守備適正 F オーダーっていうネタオーダーのためにね、ファースト守らすぐらいかな。まああとは使い道ないでしょう。純正でしょうね。はい、っていうところで、まあオールスターでね、まあ使う使わないの話で見ていったんですけど、まあこのガチャのですね、一番良くないところがですね、まあ、A が出ないだろうね、なんだろうかんだろうあるんですけど、そういうことじゃなくて、一番大事なのは狙い撃ちスカウトは、実施されません、はい、で当然ながら、このガチャ再臨はないはず、って考えたときに、純正最強戦ってことを考えたときに、純正の方もここでね引いとかなきゃいけないです、ここで引いとかなきゃいけないところか、このガチャ期間1週間の間に称号まで決めて純正最強戦を待たなきゃいけない、再臨はない、狙い撃ちはない、 A 超出ない、ガチャ期間1週間なめてますね。まあでも皆さん観点で言うと、純正最強戦で出る球団は今から決めてくださいねってことになりますし、まあ自分観点でいくと、どれで出るか分かんないんだったら全部引いとけよって言われてるのと同じっていうね、まあなんで、しょうがないから全部引いてやりましょうっていう話なんですけど、ミキサーもあるから、まあささっと引けちゃうだろうと、まあせっかくねこうやって用意してくれたんだし、全部引いてやろうかなってのもあるんでね。で、ガチャするにあたってね、エナジーちょっともう今ね、最近仕事が忙しくて、もう本当にチャージする暇がなくて、はい、99,830、ちょっとだけね、少なめのエナジーで、はい、始めさせていただこうと思います。はい。よし、何連で終わるかな。まあ、新規がなかったのはね、逆にリーグ勢としては褒めたいです。過去の A をね、活かせるんで、そう、新規がないって文句言ってるやついたけど、ふざけんなって話よ。よーし、30連目。まあ、赤スポットだからね。とりあえず、こう確定。ほい。桑田さんが一番大事だな。うわ、斎藤。だからさ、ソフトバンクそんないらねえっつったやん。はい、60連確定んとこね。つうか、桑田なんてさ、去年もさ、夏のヒーローセレクションとか行って A 出なかったでしょ？今年もこの A 出ないガチャに放り込んでくるあたり、極悪だよね、極悪。ザ・ゼニゲバよ、もう本当に。よしよし。よし、10連目が確定でドーン。大塚さんね。中日運勢で出ることあるかな、俺。はい、90連確定。はい。何事もありませんでした。確定以外は。ほい、ドーン。嘘でしょ。え？もう。うわ。よしよしよし。さあ。さすがにニューでしょ。よし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 、伊藤智一さんは1体で大丈夫。うわー、2体引き。うっす、まあもう楽天純正2回連続俺出ないよ。うわー、来た。結構ハマってたぞ。ドーン。おー、本当にいらないやつから来る。おー、コンプするからいいんだけどさ。おい、やっと来たよ、もう長えよ、もう一時間が。ドーン。マジまだ半分も引いてないんですけど、かぶる。よーしよしよしよし、連続です。いいぞ、そろそろね。ドーン。うわー、イチローさん。イチローさんいらっしゃいました。イチローさんは2体持ちます。よーしよ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 し。お願いします。イチローさん2体持ちするとは言ったけども、かぶるの早いっきょな。おおしょ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 、家族はた。うわー、阪神純正出るんかな俺。おおしょ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 、早めにニューを、とりあえずニューください。早めに取り終えたいんで、ニューください。ニュー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 。おお、堀さんスピリーグも活躍していただきます。うわー、来た。いい加減にしてくれ。とにかくニュー、とにかくニュー、とにかくニュー。嘘でしょ、ほんと。これはイチローさんミキサー一直線の可能性が。よーしよ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 し。もう一体ずつはもうスローだな。ニューでドーン。いやー、え、
うわー、そう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 、まあ、ニュー出てくださいよ、もうドーン。そうでしょ。イチローさん5対ミキサー一直線。うわー、長いな、一回一回もう頼むよ、本当にドーン。そうでしょ。ちょっと待って、やば。うわー、二対ミキ。ふざけんなよ。よーし、チャカチャカ来い、チャカチャカドーン。うっそでしょ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。おー、来た。残り5体もありますね。おーい、だからいらない順に来るな。おー、連続です。4体、ニューデロ、ニューデロ、ニューデロ、13分の4。ぜえ。よーし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 、頼む。13分の4ですよ、13分の4ですよ。嘘でしょ、もう勘弁して。よーし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 、もういいだろ、ドーン。うおー、中島さんデフォルト戦闘地微妙。微妙です。よーしよーしよーし、もうよりにもよってさ、新井は置いといてさ、松井と桑田が残っちゃってんのよ。それまずいでしょ、どう考えても。どっちも2体持たなきゃいけないっつってんのにさ。うっそー、もうつら。リーバー来たー、リーバー来たー、ドーン。うーそーでしょ。よし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 、頼む、お願いします、お願いします。うーそーでしょ、もうリーバードーン。新しいの来たと思ったら即かぶる。よーしよ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 し、もう勘弁してくれ、頼むー。ああ、やったー、クワタ来たー。やっと1体目のクワタ来たよー。いやー、まあ最強クワタさんですね、これはね、リーグ的には。よーしよ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 し、おお、2枚目来たー、来たー。これで一気に終わらせたれ、松井新井でもう一気に終わらせたれや、一気にドーン。はぁ、よし、あれ、松井洗い、どっちか来た、どっちか来た、松井洗い、松井洗い、松井洗い、うわーくそー。よしよしよし、松井洗い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 、うーくそか、稲葉の連チャン。なんじゃこりゃ。よし、もう頼むわ、早く欲しい、早く欲しい、松井、くそー。やべえ、このガチャ。はい、皆さん、ただいま、宣伝が経過しました。はい、ご覧の通り宣伝してます。まあ当然ながら S ももちろんポンプしてない、まあ2体引いてないわけなんですけど、うん、それ以上にホラーなのが、新井の A 引いてません、高則の A 引いてません。どう思うこれ、誰か狙いの1体いてさ、ミキサーで普通の人が出してさ、やった取ったっつって突できないでしょ、バカじゃないの。よしよし、頼む、新井、松井、新井松井、よっしゃ、新井、いや、よっしゃなんだけど、別に使わねえ方なんだよな。よし、これで松井だけか。よーし、赤スポット、赤スポット。もういいよ、来いよ。来い。よし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 。まあ、あと松井活動だけなんだ。おい、ガチャの中でも休養してんじゃねえだろうな、まさか。おい、なでっきゅう出てくんだよ。おーし、2枚引き、よーしよしよし、2枚引きで現実で休養中の松井和夫が大復活、大復活、大復活。松井和夫出ねー、ドーン。くっそか、マジで休養してるってこれ。あ、新井の A 出た。やば、1100連だった。1100連目で鈴木貴典の A 未だ引かず。どうかしてるぞ、コナミ。これはマジで考えた方がいいぞ、コナミ。これはやばいって。はい、ちょっともうね、このガチャ危険なんで付き合ってらんないんで、はい。この5枚、はい、突っ込んで、終わらせます。はい、終わらせます。もうこんなガチャは引いちゃいけない。うん。ダメダメ。うん、ダメダメっつってけど、どうせ称号のために引くんだけど。
うん、ちょっとね、もう2時間ぐらい言ってるから、もうね、あの、うん、ちょっと仕事も忙しいし、付き合ってらんねえよ、これ。はい、素晴らしい。イチローの5カード。はい、イチローセレクションらしくね、はい、終わらせてやろう、これでも。はい。いやー、ひでえガチだ、これは。はい。ありがとうございました。